ギターでドレミファソラシドを弾きましょう。ということで、どうもギターを弾きましょう。今回はギターを始めたばかりで、まずはドレミファソラシドを覚えたいという方向けに丁寧に解説をしていきたいと思います。弾いてみると、はい、これがギターのドレミファソラシドですね。はい、まず音名についてなんですけど、ピアノとかでドレミファソラシドっていうのはなんとなく聞き覚えがあるんじゃないかなと思うんですが、ギターでは割とこのアルファベット表記で C、D、E、F、G、A、B、C という言い方も結構されます。アルファベット表記だとなんかこうピンとこなくてっていう風になりがちなんですが、このドは C、レは D みたいな感じでリンクさせておくとちょっと苦手意識が減るんじゃないかなと思うので、ぜひ覚えてみてください。でギターは6本弦がついていて、上が6弦、下が1弦と呼びます。で上から6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦、はい、というふうに呼ばれています。ではちょっと6弦から弾いてみましょう。親指のこの側面を使って弾いていきます。はい、側面をこう弦に乗せて、で左手はですね、何も押さえなくていいので、この辺を適当に持っておいてもらって、まあ、ギターがこう落っことさないように、ちょっと持っておく、支えておくっていう感じで、で6弦を、弾きます。1個下の5弦に引っかかるイメージで落とす感じですね。そんなにグッと思い切りやらなくていいので、6弦に引っ掛けて1個下の5弦にこう自然とポンと落としてあげる。はい、そんな感じで弾いていきましょう。6弦は上から下に落とす。次5弦4弦っていう感じで、3弦2弦1弦はい、という感じで上から下に弾いていきます。6、5、4、3、2、1。はい、でこの部屋みたいなのありますよね。この縦線、銀の縦線で区切ってあって部屋がありますよね。はい、でこのヘッド側から数えて、1部屋目を1フレット2部屋目を2フレット3フレット4フレットと呼びます。でよくこんがらがっちゃうのが、その2フレットとか3フレットってこのシルバーの縦線のことなのか、その縦線と縦線の間のことなのか、どっちってなるんですけど、考え方としてはですね、何も押さえずに弾いた場合っていうのは、この白いところ、ここで止まってるんですよね。はい、ここからここまでの弦の長さ、これが、まあ、6弦の開放弦、何も押さえてない弦、まあ、つまり0フレットみたいなことですね。はい、ここからここまでの長さが鳴ってます。で弦は長ければ長いほど低い音が鳴って、で短くなればなるほど高い音が鳴るようになります。なのでこの指を押さえて1フレット2、3、4、5と上がっていくと、弦がここからここまでで短くなってるので、どんどん音は高くなっていきます。はい、そういう原理なんですが、この何も押さえてない6弦0フレットに比べて、ここの1フレット6弦の1フレット1部屋目を押さえてみると、こんな音がします。これ0フレットと比べると0フレット1フレットっていう感じで、ちょっとだけ音が上がってるんですよね。でそれはどういう原理かというと、1フレット1部屋目を押さえることによって、この銀のシルバーの縦線ありますよね、ここに弦が触れてるんですよ。見てもらうと分かると思うんですけど、何も押さえてないとこのシルバーのとこと弦は接してないんですが、一部屋目をこう押さえると、この一部屋目の隣のここのシルバーの線と弦が触れて音が鳴ると。つまりここの1本目のところとこの長さになってるってことです。一部屋目を押さえると、ここのシルバー1個隣ですね、隣のこのシルバーのと弦が触れて、ここからここまでの長さになっていると。1フレットを押さえると、はい、じゃあ次2フレットを押さえるとまた音程が上がります。1フレットから2フレット音が上がりました。これはつまりこの隣の2本目の縦線、こことここまでの距離っていう弦がどんどん短くなっていくので音程が上がっていきます。なのでフレットはどこなんだっていうよりは、この1フレットの部屋の中を押さえた結果、この隣のシルバーと弦が触れて弦の長さが短くなり音程が高くなると言います。はい、押さえる場所はまあ1フレットといったらここですね、1部屋目と覚えておいてください。では早速弾いていきたいんですけれども、5弦3フレットを押さえてください、4弦2フレットを押さえてくださいっていうと、
弦とフレットってどっちが横でどっちが縦だっけとか、でその3弦とか2弦って上から数えてだっけ下から数えてだっけみたいな、すごいややこしいんですよ。だけどご安心ください、ギターを始めたばかりの人でもここを押さえるんだビタっていうことが、感覚的に分かる把握の仕方を思いつきましたので、今日はそれをシェアしたいと思います。把握の仕方はこのフレットをマンションに見立てるということです。弦は1から6本あるので、6階ですね、6階建てです。6階なのでもちろん上の6方が6階で、5階、4階、3階、2階、1階、はい、っていうのはイメージ通りですよね。で次はじゃあ横ですね。横はどう数えるかというと、この1部屋目にいることを1号室、2部屋目にいることを2号室、3部屋目は3号室、4部屋目は4号室となります。でマンションっぽい言い方で分かりやすいように601号室とか、なんかマンションって丸つけるじゃないですか、そんな感じで言いたいと思います。なので601号室を押さえてくださいというと、6階の、1号室ここだ、はい、っていう感じになります。じゃあ皆さんクイズです。503号室を薬指で押さえてください。5階の1、2、3号室を薬指で押さえると、はい、どうでしょうか、いけますか。じゃあ次は、中指で402号室を押さえてください。中指で4階の1、2、2号室を押さえる、はい、鳴らすと、はい、という感じでどうでしょうか、立体的に把握しやすいんじゃないでしょうか。じゃあ一番ここが1号室なんだったら、何も押さえない0フレットここの音は何号室なんだってなると、1号室の向こう側なので外ですよね。そうです、ベランダです。なので何も押さえないここの0フレットの場所は6階ベランダ、5階ベランダ、4階ベランダ、3階ベランダ、2階ベランダ、まあ1階は玄関、はい、っていう感じですね。外、いかがでしょうか、この縦と横が立体的にバチッと、イメージできるんじゃないでしょうか。はい、それでは、ドレミファソラシドがどこに住んでいるのか、解説すると、薬指で、503号室を押さえてください。5階の1、2、3号室ですね。はい、ドです、薬指で押さえます。はい、次は4階のベランダ、レです。ベランダなので何も押さえてない開放弦ですね、レです。はい、では次中指で402号室1、2、3、4階建ての1、2号室目、はい、中指で押さえます。これがミです。で、ファはお隣ですね、403号室薬指で押さえてください。ファ、はい、で次はソなんですけど、ソは3階のベランダ、何も押さえません、3階です。はい、で次は中指で、302号室123階建ての12号室目、ラです。はい、で次は2階のベランダ212階で何も押さえない、シです。はい、で最後に高い堂は、201号室ですね、12階の、1号室人差し指で高い堂、はい、いかがでしょうか。次はもうちょっとスピードアップでいきたいと思います。薬指で503号室ドです、4階ベランダ、ベランダは何も押さえません、レです。はい、中指で402号室ミ、お隣さんです、薬指で403号室ファ、1個下で3階ベランダ、何も押さえません、ソ、中指で302号室ラ、2階ベランダ、何も押さえません、シです。201号室人差し指で押さえます、高いド、はい、部屋の場所を覚えたかチェックです。じゃあド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、
薬指で503号室4階ベランダ、中指で402号室お隣、薬指で403号室1個下、3階ベランダ、中指で302号室2階ベランダ、人差し指で201号室ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド。はい、いかがでしたでしょうか。じゃあ最後は応用編ということで、ドレミファソラシドの後にソで、もう一回ド、はい、これで、最後応用編をやって締めたいと思います。じゃあドからいきます。3、4、ドレミファソおめでとうございます。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ギターはですね、最初が一番大変なので、なかなかですね、難しいなと感じることも多いと思うんですけど、コツコツ練習して、マスターしていってみてください。このチャンネルではギター初心者さん向けのレッスン動画もたくさん配信しているので、ぜひ練習に役立ててもらえたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。